ということで、最近ザラザラしたことあります？なんてこと聞くんですか？最近ザラザラしたことありますね。あるよ。昨日自動ドアに挟まれた。びっくりしたんだよ。多分ね、誰も悪くないんだけどね。そう、なんかありがとうございましたってお仕事終わりで挨拶して、でここに自動ドアがあったのね。で、私が悪いんだけど、こう顔をねちょっと出してありがとうございましたって、ありがとうござんかんっつってすごいザラってしたで、周りのスタッフさんたちもなんかなんかごめんねみたいになってはい、ということで、コメント見てみる。はい、コメント見てみようか。コメントでも挟まれた人多いです。え、そんなによくあることなの？私初めてだったけど。あ、そう、かなちゃんとつながれた。そんなとこでこういうこれつながり。そうですか。へー、ドアになりたいっていうちょっと面白い人もいるけどね。はあ、痛そう。うん、いや痛かったよ結構。へあ、なるほどね。なんだろう、あ、はあ、はあ、ドア、あ、そろそろ休憩終わるって大丈夫昨日挟まれた。あ、すごいじゃん、同じタイミングじゃん。ちょっと気をつけようね。はい、ということで、そんな感じかしらね。大丈夫ですか。あ、すごい、大丈夫ですかっていういたわりのスタンプを送ってくれた人がいる。かわいい。あ、車のドアに窓に挟まれ、痛いね、気をつけて。あ、エレベーターに挟む、なんかいろんな挟まれる人がいるんですね。なんだろう、太ももに挟まれたい。確かにね、もうさ、全部の自動ドアに太もも的ななんか柔らかさのなんかいいよね、そういうの、ユーモアがあってね。ちょっと、あ、クールジャパンな感じするよね。はいじゃあ分かんない。